どうもタイガです。お疲れ様です。今回やっていくのはですね、こちらゴーレムを使っていくんですけど、リーダーで、裏で、今ね、魔法とスライムが多すぎる、キャラ強ピグランプリの影響なんですけど、魔法スライムがめちゃめちゃ多い。そして、ワーウルフも圧倒的に多い。じゃあどうしようかなと思って、あれこのキャラ刺さんじゃねって思ったキャラがいたんですよ。それがですね、マイマイ。はい。まあ、魔法スライムに強く、そして、ワウルフも、バイキンね、どんどん感染させて、はい。やれば倒せるんじゃないかなと思って。で、リーダーゴールで裏前前にすれば、バルガも怖くない。まあ、怖くないって言ってもあれなんですけど、引っ張んなきゃいけないんですけど、バルガも倒せると。あれなんじゃないかなみたいな。はい。そう感じまして、今回はゴレ前前でやっていきます。よかったら皆さん、最後までぜひご視聴ください。そして、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。それでは、合奏の方、やっていきます。さあやっていきましょう。お相手がサイクロリーダーですね。サイクロか。これはね、サイクロに狩られるので、殴り合うと、そこだけ注意したいところ。一応、マイマイが触られずに殴れる位置があるので、それで削っていきたいなとも思います。で、これが苦手じゃない。これじゃない。サイクロに苦手じゃない。サイクロが苦手じゃない。大型を引きたいところ。攻め手がちょっと薄いかな。ノームは絶対ダメですね。サイクロ強アンチついてるんで。もう回せないですね。行きましょうか。ブルドラ育ってないんで、本当は行きたくないんですけど、しょうがない。ブルドラは D0 も持ってない。まあ、一応7個総型でステータス高めなので、そこで頑張ってくれたら嬉しいな。スケルトンにはコングを今回引いてるので悪くない。早めの大砲。めり込んできやがった、あいつ。倒していこう。ブブブ出して。あのサイクロは届かないはず。さあ、来ましたね。噂をすればなんとやら。じゃあ、こまいまいさん使っていきましょう。このバイキンがね、強いんですよね。これが。一瞬で溶かすんですよね。マジで強いわ。便利。さあ、削って。いいよいいよ。あ、ナイスコング頑張ってるね。えらい。いいよいいよ、削って。あー来ましたね、嫌なキャラが。ブル行っちゃおうかな、そしたら。スキルを打ってほしいが、スキルは打ってくれていない。サイクロ来るかな、これ。まあ、一応ね、相手もね、ゴレ対策であれ引いてるんで、重ねてくんの？逆にそれはありがたいですね、重ねてくれるのは。一発だけ欲しいな。ナイス打ってる、多分ね。オッケー。多分サイクル対策で、ゴール対策でチビホは引いてるんですけど、湧いて。ここだけちょっと押さえてあげよう、ちゃんと。ここしっかり押さえてあげて、倒していく。1、2、3かな。OK、チビホアを買って。で、これも倒せますね。さあ、ゴブリンを流していきましょうか。あ、これ、狩られましたか？関係ない。このゴブリン流しは相手結構嫌なはず。スライムは置いてくるけど。ここで投げてくれれば最高。どう？投げてくれる？取っていく。ナイス。いいよ。で、1、2、3置いて、で、上にスライム来るでしょ。スライムも来たけど、マイマイじゃねえ。なんかあいつがいたまだ。チビブラがもう一体いたわ。ん？なんで死んだんだ？マイマイ。うわ、これ届かないなぁ。スライム、チビブラが強すぎる。硬すぎ。あの組み合わせが。まあ攻めらんないですけどね、向こうも。スライムチビブラじゃ。攻めらんないですけど、硬い。ドロ。サイクルメタドラ。さて、とりあえずこれをね、まあどううまく使っていくか。あと、マイマイって瞬間火力はないんで、それをね、うまくね、立ち回らさなきゃいけないんですけど、前もっておくっていうのがすごい大事ですね。出してから、相手のキャラ出てきてから置いても間に合わなかったりするので、前もって置く。って感じ、突破できない気がするな。なんとも言えない。ただなんかこれ以上シャッフルしても何も来ない気がしたんで、いきます。足プラス、大型で。バットが、カニは掴みづらいんですよ。
掴んでくれれば儲けもんなんですけど、掴みづらいのでまあ厳しいかなっていう印象ではあるんですけど、掴んだらマジラッキーですね。わーお、苦手なキャラ来た。ここで特殊部隊倒せるキャラがいないな今回。でなぜか最近バイキンが無効になってしまったオークさんね。普通に強いよなバイキン無効って。さあこれにまたね特殊部隊がうなるんでよろしくない。ここはバット、相手足いないっぽいんでこのまま投げ出しましょう。さてどうしようかな。来ましたねカニ、まあ、掴めないですねほぼ。一応あのバット時代火力低いんで跳ね返しの火力はあんま食らわないですけど、この特殊部隊まだ1体目なんですよね。あらら、これ何やってんの。とりあえずこれバイオに狩られて終わりですね。これね、でここでマイマイ切っちゃうと狩られるんで、ここマイマイ切らないようにします。これはもうゴリ狩られます、しゃあない、そういう運命。でここフォアドラ行って、まあ無理かな勝ちは。まあ勝ちは無理っすね間違いなく。いやワンチャン取る、取るく、あー削れてないか、それそうだよな、残念。そう、まあそこね、マイマイでゴレットつけに行っちゃうと、下にターゲットずらされちゃって、マイマイも全部やられて、バルーン落とせなくなっちゃうんで、あそこは丁寧に。ゴレを捨てる。よし、お相手、魔法使いリーダー来ましたね。噂をすれば、噂をすればって、まあ最初しか、最初に言ったんですけど、マイマイが魔法に有利。なので、魔法使いリーダー来ると、まあ結構嬉しいと。まあ、ゴーレム自体もね、魔法には有利なんですよね。ただまあ問題点を挙げるならば、魔法バルガとか来ると結構めんどくさいので、それを倒せるキャラを引けたらいいかな。マイマイだけじゃちょっと足りないかなっていう印象。あ、でもこれ攻めれそうだからこれでいこうか。バルガ倒せるのがマイマイだけだと魔法使いが見れなくなっちゃうんで。さあお相手も太っちょ剣士、どっちの方が近い。これ相手の方が近いな、先殴ったこと取れます。いや、ワンチャンこっちの近いか、わからん、わからん、こっちの近い気がする、こっちの近い、ナイス。さあドスコイバゴン、火力たっけー。さああそこに4体もいる魔法使いはね、全部前々で消し飛ばしましょう。いいよいいよ。うわ、苦手なキャラ来た、どうしよう。とっちょまいまい、この下ら下スペース多く流しマジきついっすね。だここで来たのがやつか、したらやつはこれで、いや待って、おやつ1回しか落としないの、もしかして。さてこれチビホワで狩りに行きたい、ナス。相手のゴーレム今自信10だった気がする。あれヴィーナスも吐息10じゃん、ラッキー。届ってないですね相手の大型が。でも大型固定しないのかしら、魔法オークかもしかして。これワンチャンこれ魔法オーク説あるな。あ、どすこい、我慢11やば、めっちゃ耐えるじゃん。さてさすがにそれはマイマイで範囲持ってきたい、決めて狩られるけどね。
こんだけいたらいけるでしょ。ストも勝ってるよ。取っていくよ。で魔法相当使ってるから、多分相手白上に魔法出さないんじゃないか。出さないよね多分ね、これね、この感じ。白上に魔法出さなければ全然干渉ある。剣士飛ばない、剣士死なないから、大砲だけじゃ。リケイドもいるし干渉っすね。いい感じ、よかった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 。なんとか完全勝利。マイマイがね優秀っすね。さああれが来たよ、サネシゲさん、サネシゲちゃんってやつ。サネシゲちゃんって、あのスライムスライムサネシゲさんって言ってるよね絶対ね。わかんないけどなんかそうやって聞こえるんだよな。前誰かがツイッターでこれサネシゲさんって言ってませんみたいなことを言ってて、それからもうサネシゲさんって、サネシゲさんっていうのがもう頭から離れない。絶対言ってるよなとか思って。いやーちょっと攻め手的にどうかな、支援2枚いらんかな。まあでもねスラスケの可能性があるんでクレフラはありなんですよね。行きましょうか。はい、スラスケですね。あーこれあれですね、ニコカリくんですね。打ってくる気がする、3発。あ、飛ばなかった、最悪マジ。あ、でもいいや。相手も、相手4発、こっち2発打っちゃったけど、相手も4発打ってる。あ、取られるけどね、ここね。キャラ切ってくれてれば。まあ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 。で？圧がやばいんで、で、こっち壁ないんで、今回。早めの支援キャラ連打で倒さないといけない。あられがマジで重い。でゴレ出しちゃうと狩られる、ヒュドラ出しても狩られる、そこ注意。でここ一回前々切ってあげればワンチャン相手がこっちが迎撃ないと思ってスライムじゃないスケを流してくれるんじゃないかなと思って、ここでスキルってこい、スキルってこい、リリススキルで OK。 もう一発天才、いいよ。でここ挟まるんですけどスキル打ってくれれば自信するんで、よいしょ。問題点があるとすればここでバルが出されないことが大事。バルが出されるとちょっとめんどくさいけど、まあ倒せるでしょここは。ここは倒せる。そうだよ、ヒュドラ。まあ来ますよね、そりゃ。でクレフラは一応いるんで、あ、取れた。まあでも多分大丈夫だと思う。あ、でも相手も無理だな、これ。こっちも攻めらんないな。お互い攻めらんないですね、この感じで。まあ、しゃーなし。首が全部止まった。はい、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。今回はですね、ゴレマイマイでやってきました。まあ、相性補完はできてるんだけど、まあ、なんともちょっとパワー不足な感じはした。なんだろう、なんだろうな、なんかちょっと足りない、物足りない感じはしたな、やった感じ。まあ、どうしても止めきれなかったり、まあ、ゴレ使ってる上で壁を引けてないことがやっぱあったりとかしたから、多分もしかしたらゴレマイマイ使ってる時は壁を引いた方がもっと機能するかもしれない。うん、マイマイがそもそも瞬間火力ではないので何が相性いいんだろうな。まあ、ただ魔法使いに対してはすごい良かったですね。今ね流行ってるっていうことで、まあ、魔法使いに対してはマイマイが刺さっていた。でスライムにもマイマイが刺さったんですけど、まあ、スライムに対してのマイマイに関しては、まあ、ゴブリンとかね、あのやっぱ一瞬のあれがあったんで、あれも壁があっただけで絶対楽になったし、多く引いてるだけで多分ね、あのワンチャン勝ったんで。でもまあ、あられ引かれて前々も吹き飛ばされてしまうとか、そう、そういうとこやっぱあったので、壁プラス前々はどうしてもやっぱ強いのかな。まあでも瞬間火力はないからドローなる可能性もありますけど、ゴールの裏何がいいかな。普通に大型固定した方がいいかな。まあいろいろ今迷ってます、考え中です。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。
よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。